ねえねえ、ターボチャージャーちゃん。どうしたんだ？自然吸気ちゃん。前回の動画の最後で新型スポーツカーについて、少しだけ触れたの覚えてる？もちろん覚えているぞ。トヨタ、スズキ、ダイハツが共同開発していると噂されている。新型スポーツカーのことだよな。そうそう。今回はその新型スポーツカーについて、たっぷりと教えてほしいんだけど。了解だ。というわけで今回はトヨタ、スズキ、ダイハツの3社が、共同開発していると噂の新型スポーツカーを解説するぞ。よろしくお願いします。スポーツカー。ブンキャス。2015年にお披露目された SFR コンセプトは、トヨタが市販化も想定して開発していた車だ。立ち位置としては86の弟分といった感じで、大勢の車好きが動向に注目していたのだが、リーズナブルな価格設定の実現が困難など、複数の要因で市販化は中止になってしまった。魅力的な車なだけに残念だよね。現在のトヨタのエントリースポーツカーとしては、コペン GR スポーツがその役割を担っているのだが、知っての通りコペンはダイハツのスポーツカーであり、トヨタはそれをチューニングしているだけに過ぎない。86みたいに他社との共同開発ならまだしも、コペンはダイハツ単独で開発した車だしね。いくら GR が手を加えているとは言っても、トヨタ社かと言われるとちょっと違和感。コペン GR スポーツがこれからも、トヨタのエントリースポーツカーとして、その役割を担っていくのかというと、おそらくそうではないと思っている。さっきも言ったがトヨタはスズキダイハツと、新型スポーツカーの開発を計画しているからだ。一体どんな車になるんだろう。その新型スポーツカーって、いつ頃から噂されているの？2021年の終わり頃だったはずだ。もし記憶違いだったら申し訳ないのだが、噂の出どころはベストカーだったと思う。やっぱりベストカーなのか。となると信憑性に関しては、五分五分といった感じかな。そうだな。だがベストカーはトヨタの新型車に関して言うと、それなりにスクープを的中させている実績がある。そのため今回の3社共同開発スポーツカーも、本当に発売する可能性はあると思っているぞ。まあ3社の共同開発って今まで前例ないと思うし、100% 飛ばし記事とは言えないような気もするね。最初のスクープが2021年末頃なら、何かしら新情報があるんじゃない？それが今のところ音沙汰なしでな。あれ？じゃあやっぱり飛ばし記事。ただベストカーは今年の2月にも、その新型スポーツカーの記事を投稿している。内容は前回のまとめといった感じで、新しい情報などは一切なかったけどな。判断が難しいね。とはいえ、最近はベストカー以外の自動車メディアも、新型スポーツカーについて取り上げるようになったし。これは私の個人的な憶測ではあるが、何か新たな動きがあったのかもしれないな。私もトヨタが新しいスポーツカーを、開発してる可能性は高いと思うんだよ。以前も MR スポーツカーっぽい車が、トヨタから意匠登録されてたじゃん。トヨタから意匠登録された、MR スポーツカーっぽい車。もしかしてラクーペのことか？そうそう、この車のことだよ。3社共同開発の新型スポーツカーと、関連性があるのかどうかは不明だ。実は私も最近知ったことなのだが、ラクーペは実車も存在するらしい。え、そうなの？ああ、数年前になぜかひっそりと、展示されていたことがあるそうだ。だけどモーターショーとかで、出展されたことはなかったよね？ラクーペも謎が多い車だな。そうだな。ちょっと話がそれちゃったから戻すけど、その3社共同開発の新型スポーツカーって、どういう経緯で開発がスタートしたの？この新型スポーツカーはおそらくトヨタが企画して、ダイハツとスズキに協力を仰いだのだと思っている。どうして？ SFR の開発が中止になったからだ。SFR はあのトヨタをもってしても、採算ベースに乗せることができなかった。それなら3社の技術や部品を持ち寄って、1台のスポーツカーを開発してはどうか？ 86 やスープラを他社と共同開発するトヨタが、そういう発想にたどり着くのは想像に難くない。それはそうだね。トヨタ単独で採算ベースに乗せるのが難しくても、ダイハツやスズキ次第ではなんとかなるかもだし。開発コストをどのように分担するかは不明だが、単純に3等分できるのならトヨタは万々歳だし。仮にトヨタが半分を持ち、残りの半分をスズキとダイハツで分け合う。という形になったとしても、トヨタの負担はぐっと減ることになる。単独開発の半分以下のコストで、開発できるんなら最高だよね。
多少トヨタの負担が大きかったとしても、持ち前の販売力とブランドを活かして、86のように世界中で販売することで、ほぼ確実に採算ベースに乗るはずだ。実際、GR86 は本格的なスポーツカーでありながら、しっかりと利益を出しているらしいから驚きだよな。スポーツカーはイメージリーダーという扱いで、基本的には儲けるために開発する車じゃないのに。それでちゃんと儲かってるなんて、さすがはトヨタといったところ。トヨタ主導のプロジェクトなのは分かったけど、開発や生産はダイハツやスズキが担当するの？トヨタが BMW とスープラ、Z4 を共同開発した時は、基本的な部分が決まってからは別々に開発したらしい。なんか当時のインタビューとかを読むと、あんまり仲は良くなさそうだったよね。しかしダイハツとスズキは関係的にも、物理的にも距離が近いメーカーなので、当面は3社が顔を合わせながら、足並みを揃えて開発すると思われる。今度はちゃんと共同開発してください。だからといって仲良しこよしで、開発を進めていくわけではない。GR86、BRZ の開発もそうだったのだが、3社はパートナーであり敵同士でもある。共同開発しながら他の2社よりも、良い車を開発するべく尽力するはずだ。素晴らしいスポーツカーを開発してほしいですな。新型スポーツカーの生産に関しては、ダイハツが担当する可能性が高いな。それって何か理由があるの？この3社共同開発の新型スポーツカーは、ドレスフォーメーションを採用するからだ。ドレスフォーメーション？なんだっけ、それ。ドレスフォーメーションとは、ダイハツの樹脂外反規世界構造だ。あ、もしかしてコペンのやつ？その通りだぜ。コペンはドレスフォーメーションを採用したおかげで、ローブとセロは購入した後でも自由に着せ替えできる。また、他にもエクスプレイ、GR スポーツといった、着せ替えはできないが豊富なバリエーションもあり、ユーザーはその中から自分好みのコペンを選んだり、カスタマイズしたりすることができるというわけだ。まあコペンの自由度はすごいよね。だけどそのドレスフォーメーションを、新型スポーツカーに採用する意味って、トヨタダイハツスズキそれぞれで、異なる外観デザインを採用できるんだ。コペンは軽自動車なのでボディサイズに制約があるが、新型スポーツカーは普通車なのでサイズに制約がない。つまり、コペンよりも外観デザインの自由度が高く、大きな差別化を施すことができるということになる。ダイハツ生産の車を単に OEM するんじゃなくて、見た目をガラッと変えた上で販売できるのか。めちゃくちゃ良いアイデアですやん。そして気になる中身についてだが、まずはプラットフォームから解説するぞ。ダイハツ生産になるんであれば、DMGA プラットフォームかな。いや、新型スポーツカーはヤリスなどが採用する、GAB プラットフォームをベースにするとのことだ。プラットフォームはトヨタなのか。しかも A ピラー以降は完全新設計らしく、トヨタの TNGA 思想をしっかりと反映しつつ、ダイハツやスズキ独自のノウハウである、小型車開発の技術が存分に活用される模様だ。A ピラー以降を完全新設計。結局コストかかっちゃうじゃん。まあ3社でコストを分け合うので、いろいろと融通が効くのかもしれないな。既存のプラットフォームそのままでも、普通に良い車ができると思うんだけど、なんでわざわざ一部を新設計？その辺は後ほど解説するぜ。今回の開発でトヨタが期待しているのが、スズキのとんでもなくすごい軽量化技術だ。確かにスズキの軽量化技術は、他社はなかなか真似できてないよね。仙台アルトは比較的最近の軽自動車なのに、車両重量は610キロから700キロを実現していた。軽すぎる。もはや旧規格の軽自動車じゃん。現行スイフトスポーツも比較的小柄な車とはいえ、スポーツカーなのに車両重量1000キロを下回るんだ。そんなに軽量だったっけ？そんなの人気出るはずだよ。これらの軽量化技術が活かされるなんて、想像するだけでワクワクしてこないか？めちゃくちゃワクワクします。さらに、さっき言ったダイハツの樹脂外反技術は、デザインの差別化だけではなく軽量化にもつながる。しかも外反用プレス金型を必要としないため、生産コストを大きく削減することが可能らしい。なんだと？その結果、なるべくコストをかけずに、圧倒的な軽量化を実現できるようだな。なんか想像してたよりも、すごい車になりそうな予感。車両重量は1000キロ前後を目標に、開発が進められているとのことだ。そこまで徹底的に軽量化を突き詰めてるんなら、スイスポと同等レベルの車重も期待できそう。次は内装デザインだがはっきり言うと、正直あまり期待しない方が良いと思う。
まあ内装に力を入れるくらいなら安くするか、走りにお金かけてくれって感じる人は多そう。コンセプトカーの SFR は遊び心ある内装デザインで、質感は高くないが所有欲をくすぐる仕上がりだった。他にもコペンだって内装デザインは安っぽいが、一般的な軽自動車とは異なるデザイン性で、特別感のある仕上がりになっているおかげで、車に乗り込んだ瞬間にワクワク感を味わえる。自分は今スポーツカーに乗ってるんだって、気持ちが高ぶるようなものになってるよね。三社共同開発の新型スポーツカーも、そういう内装デザインだと良いなぁ。ちなみに SFR は乗車定員が4名だったが、この新型スポーツカーは2名となるだろう。まさかの2シーターですか。後部座席を設置しなくて良い分、車体も軽くなるしコストも抑えられる。良いことずくめだな。そうなのか。続いて車好きなら誰もが気になる、スペックについて解説していくぞ。企画とプラットフォームがトヨタで、生産はダイハツが担当するんでしょ？それならエンジンがスズキだと、ロマンあると思うんだよね。確かにロマンがあるな。そして自然吸気ちゃんの希望通り、パワーユニットはスズキが用意する。よっしゃ。ハスラーの普通車版であるクロス B が搭載する、1.0 リットル直列3気筒ターボエンジンに改良を加えて、5馬力程度のモーターを組み合わせた、マイルドハイブリッドが有力視されている。ふむふむ。新型スポーツカーはハイブリッド車なんだね。ハイブリッドってなると否定的になる人もいるけど、5馬力程度のモーターならただつけてるだけな感じで。ほぼ純内燃機関搭載車と言っても過言じゃないし、乗り味もそんなにハイブリッド感はなさそうだよ。そうだな。一応この 1.0 リットルターボというのも検討段階に過ぎず、他の候補として欧州仕様のスイフトスポーツの 1.4 リットル直4ターボプラスマイルドハイブリッドをそのまま流用するという話もあるそうだが、こちらは当初のコンセプトから大きく外れてしまうし、次期スイスポと若干被るので見送られるかもしれない。そっか、スズキは次期スイスポもあるから、キャラクター被りは避けたいところだよね。それで当初のコンセプトって？おっと、まだ話してなかったか？トヨタダイハツスズキが共同開発する新型スポーツカーは、1.0 リットルクラスのコンパクトスポーツカーとして企画されている。へぇ、そうだったのか。コンセプトの一部を SFR から、引き継いでたりするのかな？そのため、新型スポーツカーのボディサイズは、全長 4200mm×全幅 1720mm×全高 1220mm と、3ナンバーサイズのスポーツカーではあるが、比較的コンパクトになると予想されているぞ。個人的にはちょうど良いサイズ感。ホイールベースはどのくらいなの？ベストカーの予想では 2550mm だな。こういうコンセプトだからこそトヨタは、ダイハツとスズキに協業を申し出たのだろう。小型車開発のスペシャリストだもんね。話を整理するが、新型スポーツカーのパワーユニットは、1.0 リットル直3ターボプラスマイルドハイブリッドの可能性が高い。そのスペックはベストカーの予想だと、最高出力120馬力、最大トルク 20.0 キロだ。パワーは控えめな方だよね。ロードスターやスイスポより最高出力が低いけど、車両重量の軽さを売りにしていく感じなのかな？なかなか本格的なスポーツカーになりそうだし、もう少しパワーがあっても良い気がするけど。SFR の代わりの入門スポーツカーになるなら、私はこのくらいのスペックでも良いと思うぞ。トランスミッションはどうなるの？スイフトスポーツの 6MT 及び 6AT を、そのまま流用することになると思う。リッタークラスのコンパクトスポーツカーを、MT でガシガシ操れることができるのか。絶対面白いでしょこの車。さらに衝撃的な情報をお届けしよう。ここまであえて名言を避けてきたのだが、新型スポーツカーの駆動方式についてだ。SFR の事実上の後継みたいな車だし、普通に FR を踏襲するんじゃないの？あ、でもスズキのパワートレインを用いたりアリスのプラットフォームを活用したりしてるし。やっぱり FF。でもそうしたらコペンやスイスポと競合しちゃって、ダイハツやスズキはあんまり美味しくない気も。わかりません。ちなみにどれも不正解だぞ。三社共同開発の新型スポーツカーは、MR になる可能性が高いと言われている。マジっすか。どんだけ贅沢な車なんですか。じゃあでっかい S660 みたいなスポーツカーになるのかな。そうだといいな。さっき話したらクーペも MR で、しかもハイブリッド車らしいから。こうなると新型スポーツカーとラクーペは、全くの無関係とは言えないかもしれない。
トヨタのミッドシップといえば MR2 だけど、MR2 が復活するみたいな話もあったよね。そっちとの関連性はどうなのさ？全くわからないな。トヨタは2021年末にスポーツ EV を発表したが、一部ではこの車が次期 MR2 だと噂されている。まあどこからどう見ても、MR スポーツカーだしね。でもこのスポーツ EV コンセプトが実は、3社共同開発の新型スポーツカーで、トヨタ版だけ MR2 を名乗るって、可能性もあるんじゃないかな。それはありえるな。すでにスポーツカーのラインナップが充実しているトヨタが、さらに2種類の MR スポーツカーを投入するとも思えないしな。ラクーペとスポーツ EV コンセプト、そして3社共同開発の新型スポーツカー。この3車種が完全に別のスポーツカーとして、市販化されるというのは考えにくいよね。見た目やキャラクターが違いすぎる気もするし、だけど全部 MR 車出しで謎は深まるばかりだ。最近トヨタは MR スポーツカーの復活を匂わせてるけど、ダイハツやスズキはそういう情報は一切出てないよね。そうだな。トヨタ版、ダイハツ版、スズキ版っていう形で、全部で3モデルが登場するってことになるけど。例えば、コペン GR スポーツみたいな感じで、トヨタ版は単なる OEM になる可能性はない？その可能性もないとは言えないが。だがそれだとトヨタとしては、あまりやる意味がない気もする。まあすでにコペンがあるからね。だが、トヨタだけは標準モデルに加えて、高性能モデルを用意するという話もある。それって GR バージョン？そうだろうな。なので、トヨタが標準モデルと GR バージョンで2モデル、スズキとダイハツが1モデルずつで計4モデルとなるか。トヨタの2モデルのうち1モデルはダイハツの OEM で、実質的には3モデル展開という線も捨てきれない。バリエーションが多いのは嬉しいんだけど、GR バージョンが普通の GR スポーツなのか。それとも GRMN シリーズみたいに、スペシャルなやつなのか気になるね。メディアの情報では後者だぞ。と入っても GRMN のような台数限定モデルではなく、GR86 や GR ヤリスと同じカタログモデルのようだが。つまりトヨタはエントリー版として、ダイハツやスズキと同じスペックのモデルを用意して、その上でスペックを高性能にした GR バージョンを併売するというわけか。まだ噂段階でしかないが GR バージョンに関しては、現在トヨタが開発中の 1.4 リットル直三ターボを搭載するぞ。1.4 リットル直三ターボって？GR ヤリスのエンジンのストロークを縮小したもので、すでに耐久レースで実戦投入されているエンジンだ。レース用車両規則のターボ係数である 1.7 をかけて、2.4 リットルに相当するものとして 1.4 リットルプラスターボなので、これが市販車に搭載されるなら GR86 と同程度か、少し低い程度のスペックになると予想している。まあ GR ヤリスの 1.6 リットル直三ターボエンジンが、272馬力、37.7kg であることを考えると、GR86 の235馬力 25.5kg よりも、少し低いくらいが妥当かもしれないね。3社共同開発の新型スポーツカーの価格だが、200万円台前半になる可能性があるらしいぞ。200万円台前半。こんなに魅力的そうな車が、300万円以下で手に入るの？とはいえボリュームゾーンは、250万円前後になると思うけどな。高性能な GR バージョンで、300万円程度と予想している。そのくらいであれば GR86 と GR ヤリスと競合せず、エントリースポーツカーの役目を果たせるからな。1.0 リットルクラスのスポーツカーとはいえ、MR でその価格ってやばいけどね。なんだかんだ高くなっちゃう気もするけど。だがトヨタのスポーツカーのエントリーモデルを担う以上は、価格帯が高くなってしまうともはや発売する意味がないんだ。この車に限って言えば走りの楽しさより、価格の安さを重視するべきだと私は思う。普通のメーカーはちょっと高くなっても、走りにこだわるべきって考え方になるけど、すでにスポーツカーを多数ラインナップしてるトヨタは、そういう路線でスポーツカーを開発できちゃうんだよね。すごいなぁ本当に。あとは発売時期がどうなるか、だな。私の願望に過ぎないのだが、今年はジャパンモビリティショーがある。日本国内では久しぶりの大きな車イベントになるので、コンセプトモデルなどが初公開されるのではないかと思っているぞ。発売は当分先だと思うから、何かしら続報があると良いね。ああ、開発は始まったばかりなので、市販化まではもう少し時間がかかるはずだ。発売は早くても2024年後半だと思う。リーズナブルな MR スポーツカーなんて、めちゃくちゃ楽しみですな。トヨタ、ダイハツ、スズキでどのような差別化を図ってくるのか。
今回の新型スポーツカーに関しては、そういった部分も本当に楽しみだぜ。現在、Twitter で愛車をお披露目する企画を開催中だ。Twitter でシャープブンキャスモーターショーと、ハッシュタグをつけて写真を投稿してくれ。すでに多くのブンキャス視聴者が、愛車の写真を投稿してくれているぞ。みんなが楽しく利用できるように、簡単なルールを設けているよ。ブンキャス Twitter や YouTube のコミュニティで、チェックできるので必ず目を通しておいてね。もちろん見るだけでも OK。もし気に入った車があったら、いいねしてあげてほしいな。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またね。